写真拡大。全国高校野球選手権準決勝、履正社明石商、20日、甲子園球場。履正社、大阪の野上聖輝内野手、3年が3回に頭部指揮を受け、臨時代走を送られた。明石商、兵庫のエース中森俊介投手、2年の抜けたスライダーが頭部を直撃し、場内が騒然。野上はヘルメットが脱げ、しばらく呆然としていたが自力でベンチまで歩いた。その後、攻守交代後に軽快に守備位置につき、拍手で迎えられた。